皆さんこんにちは。自民党の新型コロナウイルス対策医療系議員団本部幹事長の今枝総一郎です。前回新型コロナウイルス対策の出口戦略について、命も暮らしも両方守る接触機会5割について動画をお話しさせていただきましたけれども、今日はさらに突っ込んで若者代表の学生さんに来ていただきまして、二人で話をしてより理解を深めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは持田さん、よろしくお願いいたします。大学生の持田と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。私がこの間動画出させていただいた、新型コロナウイルス対策の命も暮らしも守る接触機会5割の出口戦略、あれ動画も見ていただけました？はい、見させていただきました。 ありがとうございます。じゃあ今日はそれを見て疑問に思ったことを少し、お話しいただければありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは持田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっとあとすいません、僕徹夜明けでこんな格好で申し訳ありませんが、ご容赦ください。さて、今回の私たちの出口戦略に何かまず質問があればお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか？はい、そもそもなんですけれども、守るべき接触機会5割とはどのようなものなのでしょうか？はい、ありがとうございます。そこ難しいから動画でもちょっと言ってるんですけど、多分分かりにくいと思いますので、しっかりお話をしたいと思います。これでいいですね。まずこれはですね、このオレンジのバーが患者さんの数です。3月の終わりから4月にかけてわーっと伸びて、そして下がっていってます。見えますか？大丈夫ですか？はい、はい、それでこの青色の実線がいわゆる R と呼ばれる実効再生産数という、1人の患者さんが何人に移すかという指標です。で、こちら側はちょっと患者さんの数が少なすぎるので、あまりちょっと参考にはならないんですけれども、まあそこそこ増えてきて信頼性が持てる、こっから先で言うとやはり実効再生産数 R の最大値は日本で言うとやっぱり2ぐらいなんですね。海外ではもっと高い値を言う時もありますけれども、まあ日本ではこれぐらいだと言うと、やはりこの2だと感染者数がどんどん増えていっちゃうんですが、1であると、ここが1のラインですけども、ここであれば患者数が基本的に増えていかないということなので、2を1にしよう、つまり2分の1で5割ということで、接触機会の目標を設定させていただいているということになります。はい、ありがとうございます。この5割という数字を守るために、私たちは具体的にどのようなことをすればよろしいのでしょうか？ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。すいません。このようにですね、見えますか？大丈夫ですか？はい。接触機会5割、やはり接触感染というのが多くあります。実際ウイルスをついているところを触ったりするわけですから、それで体内に入ってくるという話ですが、何かに触れた後にしっかりと手洗いを徹底する。まあ、これはよく言われている話です。で、もう一つ実はあまり言われてないんですが大事なのが、目とか口とか鼻、こういったところが粘膜なので、こういうところから実際に体内に入ってきますから、こういうところをとにかく触らないようにする。まあ、手でどっかを触った時にウイルスがついて、目や口や鼻などを触った時に実際感染するというのが多いので、ここをしっかり守るというのは大事だと思っています。一方、もう一つ飛沫感染といって、唾なんかで周りに飛ぶというやつなんですけれども、やはりこれは会話を含めてマスクを着用を徹底するということ、あと換気を行うということで、できるだけ防いでいけたらなというふうに思っています。で、実は専門家会議の人たちがお話をいただいている中ですと、約これにプラスして2メートルの身体的距離を取ってくださいという話をよくしています。もちろん取れたら一番いいんですけれども、基本的には取れてれば5割じゃなくて、まあ、10割全体の自粛に、全部自粛というか全部接触機会を
削減するような形になっていくのかなというふうに思っているので、まあ、私たちの考え方としては、まあ、5割だとすると、まあ、その2メートルっていうのを絶対に守らなくてはいけないというわけではないのかなというふうに考えています。はい、わかりました。はい、はい、実際にですね、この接触機会5割というのはどのように把握してまた調整をしていかれるのでしょうか。そうですよね、やっぱりじゃあ実際に2メートル離れてなくてもうちょっと近くて本当にそれが5割なのかなみたいな話もあるでしょうし、なかなかそこは正直誰も答えはない、真実に対しては誰も答えを持ってないっていうのは正直なところだと思っています。ただ目安としてこの5割というのを出しているのと、もう一つはちょっとこの図を見ていただきたいと思いますが、まあ、よくビジネスの世界なんかで言われているプラン、ドゥ、チェック、アクションの資料ですけれども、要はプランでどういうふうにするか考える、そしてドゥで実践する、でチェックで、まあ、チェックをしてアクション、次の行動に結びつけていくというような話です。で実際に、まあ、これが5割だというふうに先ほど言ったようなことをやっていきながら、本当に R の値が1以下になっているのかとか、接触機会がどれぐらい下がっているのかとか、そういったことは専門家会議の人たちがしっかりと検証をしていただいてこれまでもいますし、やはりそれをもう少し迅速に頑張っていただくということだったりとか、またさらに地域別に出していただくですとか、そういった工夫をしていただくことによって私たちの行動、あ、実は7割自粛に、接触機会7割になってたねとか、3割になったねとか分かるので、そういったことを分かっていけばですね、だんだんとそれも行動も変わっていけるかなというふうに思っていますので、そういうふうに検証して少しずつ変えていくということも重要だというふうに思っています。接触機会5割について大変勉強になりました。ありがとうございます。他にはどのような対応を考えていらっしゃるのでしょうか。はい、やはりですね、今言ったのは私たちの一人一人の行動の話を集中してお話をしたんですけれども、他にもやることがたくさんあるというふうに思っていまして、例えばちょっと待ってくださいね、ここにあるような、医療と経済の話ですね。やはり医療体制をしっかりと充実させていく、検査の体制を充実させていくこと、またやはりどうしてもですね、経済的な支援をやはりしていかないと、接触機会を減らしていこうというときに、さっき言った2メートルまでは取らないかもしれないけど、やはり少しは、当然1メートルとか、やはり少しは上げた方がいいということで、やはりそのための保障な経済支援、そして皆さん一人一人への給付金、減税、その他さまざまな支援というのは必要だというふうに思っています。よくわかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんなところでいろいろなことを考えているんですが、積極的にこうしていろいろ質問していただいて本当にありがとうございます。ようこそ、ありがとうございました。もちさんすごい真面目ですね。そんなことないです。ちゃんとしていただいてなんかびっくりしました。ありがとうございます。それではそろそろ時間ですので、これで持田さんとは最後にさせていただきたいというふうに思っています。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日は学生の持田さんとお話をしながら、新型コロナウイルス対策の命も暮らしも両方守る接触機会5割の提言について深くお話をさせていただきました。視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。次回はまた別の若者とお話をして、より一層理解を深めていきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。最後にここにまた URL を多分編集さんで載せてくれると思います。ここに出口戦略の本文が載っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。